それでは引き続きましてイノベーティブシティフォーラムクロージングセッションを行います伊藤定一様南条文夫様にご登壇いただきましたのでそれでは竹中先生お願いいたします南、はいえー、皆さんあの今朝は長丁場で大変お疲れ様です本当に積極的に参加していただきましたことにさんあの感謝を申し上げたいと思います、えー、このセッションは あのイノベーティブ・シティ・フォーラム、昨日から始まりましたイノベーティブ・シティ・フォーラムの全体のラップアップのセッションということで、時間は短くて、20分強ぐらいしかできませんですけれども、プログラムコミュニティのお好み先生方と一緒に、次回、次に向けてどういうことを考えるべきかということについての若干の整理を行ってみたいと思います。ででですねそそそれぞれれれぞぞのの立立場場テクノロジーににに焦焦焦点点点ををを当当当ててアートに焦点を当てててててし都市 二つのこととを皆さんに議論していいいたただきたいと思いますまず1つは、このイノベーティブ・シティ・フォーラム、今回の全体を通して、どういうことをまあ強く感じたか、そしてどういうことをみんなと共有したいと思うか、これについてお話をいただきたい、その上で、残された課題として、こういう問題について今後は議論を深めていきたい、今後の課題ですね、その2つについて議論したいと思うんですが、まず第1ラウンドとしては、 今回のフォーラム全体を通じて、何を一番強くお感じになって、それで何をみんなと共有したいかと、そういうちょっと共通点からについて、お話を伺いたいというふうに思うんですけれども、一番話したそうにしている南條さんから聞きましょうか <laughs> 一番話したくないんですけど、<laughs> <laughs> 私が感じたのは、今回、ブレインストーミングセッションをつけたので、非常にその具体的な話をたくさん。 あの皆さんできたんじゃないかなと思いますし、実は分かっているようなんですが、ディテールではまだそのイメージできていない部分というのはたくさんあると、それを、ある部分を専門的にやってらっしゃる方々がそのかなり深掘りをしてお話しなさっていたので、私は2つのセッションを見たんですけれども、そういう意味では非常に良かったんじゃないかと、皆さん、具体的にその35年、20年先ぐらいの。 生活ということについてのイメージができたというところが良かったんじゃないかというふうに思っています一方でですねこう聞いてるといろんなものが全部裏でつながってきているとテクノロジーの問題もそうなんですがあのその結果起こることというのがさまざまな意味でつながってきていますえー、まああの細かくここで深掘りできませんが コミュニケーションの問題もモビリティの問題も全てが個々人の細分化された動きに徐々に対応するシステムというものになっていくだろうということが一つあります、そしてコミュニケーションもそうなっていくと、そうすると今度は一方でそのあまり隠し事というのはできない時代になってくるとです、ね、考えていることが全部共有されて一種のこう共振を起こしていくと、そういうような社会になっていくと。 個々人の存在の仕方がだいぶ変わってくるんじゃないかと、実際に非常にサービスは個ここに特化するとしても、一方で意識とか考え方が集団的になっていったり、あとはシェアハウス的な考え方、シェアオフィスとかシェアという考え方で非常に大きなプラットフォームにつながっていくということが生じてくると。その時にですね我々 今回というかこれまで議論してないことは一つあって、ですねこのテクノロジーが進化したときに政治はどうなるのかということなんですね、でこれはあの竹中さんがご専門ってわ変な言い方ですが、いろいろおっしゃりたいことはあるだろうと思いますが、実際にはこのテクノロジーを適用したときに政治の形態は相当変わるんじゃないかということが予測されますが、その辺議論してこなかったなと。それからあのバイオということでは かなり近いところを話してはいるんですが、医学、まあ、真っとうに医学を直接今まで取り上げてないなという気がちょっとしてるんです何,何医学、医学、メディカル、はい、そうするとです、ね、医学をやるとこれもうあの寿命が確実に倍にはなるだろうということとかです、ね、あのまあ、人間の部品をどんどん取り替えることができますよね、悪くなった肝臓を自分の細胞から作り出した肝臓で置き換えるということをやっていくと。 相当どんどん体を改造していくこと改造というのが変化して生き延びることができる生き延びるだけではなくてさらに拡張することなんできる能力の拡張が起こってくるこういう社会になった時に、えーまあ、同じ人間なのかと今までというような問題も起こってくるような気がしますでまああのずっと延としゃべって問題なのであの問題っていうかあの長すぎちゃうので、えー、最後にちょっとメタボリズム建築の話を ちょっとだけ私が感じたことを言おうと思うんですが、はい、建築都市というものがそのメタボリズムという、まあ、60年代に丹下健三さんの文科生が出した概念でメタボリズム建築論というのがあったわけですけれども、これをもう一回今の技術で、特にバイオ技術を使いながらやるとどうなるのかということの議論というのは非常に面白い問題としてあるんじゃないかと、これは都市論にはっきりとこう影響が出てきます。そ,してその まあ、あの例えば、ですね部屋が入ったら膨らむけど出ていくと縮むとか、ですね伸縮性が出てくるとか、それからあの反応をいろいろすることができるようになってくると、例えば季節とか天気に応じて窓の大きさが変わるとか、ですねそういうことが起こってくるんじゃないか、それからエネルギー、それから酸素、そういったものを自律的に供給できる、さらに外的に備えることができるとか。 また相互につながっていって複数のプラットフォームが相互にこう生じてくると建築管理ですねそれからバクテリアのバランスこれに対応するような建築あるいはペットとかひょっとすると家畜まで飼えるような建築とかいろんなことが可能性としてあるわけなんですがこうした新しい考え方の建築っていうのものをやっていくと都市っていうのはどうなっていくかひょっとすると自然に戻っていくかもしれないと。 いう,ようなことも考えられます。この辺の議論もですね、今後一度深掘りをしてみてもいいんじゃないかというような議論の一つだというふうに考えております。はい、はい、あの大変具体的に問題点を挙げていただいてありがとうございます。えー、伊藤さん、あの MIT メディアラボってのはまさにこういう問題での世界の最先端を常に走っているわけですけれども、今回のイノベーティブシティフォーラムどのようにご覧になったか、ぜひお願いします。えっと、あのまず僕のセッションからいくと。 最後の方にあのやっぱりもっと社会のこととかあのこう人工知能とかいろんなふうに組み込んであのほっとくとバイアスがかかったあの悪いところも含んだシステムになっちゃうだろうって出てきた割にはじゃ市場に任せると、うん、とってもセルフィッシュな方向に行っていい結果が出ないと。政治に任せても、まあ、さっきの あの警,察警視庁の規制じゃないけど規制だらけでしかも政治そのものも、まあ、アメリカに僕住んでるので特に今あんまり楽観的になれない <laughs> 政治には任せられないっていう状況の中で <laughs> じゃ誰がやるんだと、うん、でもちろんそのグーグルの自分の商品のデザインとかじゃ森ビルが6ロク,ロクやるとか一社がトップダウンにコントロールできるところだったらデザインってできるけれどもこれがいろんな要素が出てきて。 そしてまあちょうど再来週僕はあのマラケッシュに行って COP22 に行ってくるんだけどもう考えれば考えるほどあの悲惨な雰囲気になってきてできないんじゃないかなまあトラジディー・オブ・ト・コモンズじゃないけれども誰も責任取れないしかもまあ,あらゆるさっき言ったバクテリアから建築から全部巻き込んでやんなきゃいけないっていうと今の我々が持ってるこの整理するデザインする手段で 解決できななないいんじゃないかなとで昨日の話の中でやっぱりじゃあ,あの進化論でできるそん,そんなに時間もないとでもデザインするためには複雑すぎて今のデザインのツールではデザインしきれないとでデザインしきっても、うん、その権限も誰も持ってないんで、まあ、政治とあの市場にぐちゃぐちゃにされちゃうんじゃないかなっていうとってもちょっとなんかこうあ,のあんまりなんとなく気持ち的にみんな楽観的なデータが出てる割にはじゃあその じゃあ次どううすんのっていうあの具体的な話は出たけどその格論に入っていくと具体的だけど、はい、総合的に見るとあんまり具体的じゃないっていうのがなんとなくこうあんまり責任ちゃんと果たしてないっていう感覚が僕のセッションでもあったし、うん、なんとなくこうまとめに入って考えていく中でじゃあどうするんだろうとあのっていうのがあってそうするとやっぱりこう。 あのまあ、アメリカの視点でちょっと見てるんだけどもで政治がちゃんと動いてないと社会ってちゃんと動かないんですよね。で政治の今の民主主義の代わりになるものってもっといいものも特にあるわけでもないんでだからちょっとこれをこうどうするかっていうところまで少し踏み込まないと。 あのこれ全部つないじゃってしまったのであの、まあ、日本も今度オリンピックが来るんで大きな政治に対するテストの1つだと思うんで、うん、そこに向けてみんなラリーできるかどうかっていうのが、まあ、この東京の,あの未来の1つだと思って。あとと最後一つだけ言うとあの じゃあ東京が一番になって世界中がボロボロになっても誰もハッピーにならないと思うんでもちろん去年も言ったんですけど東京の競争力っていうのもとても重要だけれどもそれが入っているこの世界のコンテクストの中で我々がどうやって責任を取るか例えばこ今回、移民の話だとか中近郊の話とかあの環境の話とかあんまり出てこなかったんでそれもちゃんと動いてないと東京が立派になってもしょうがないっていうのもちょっと考えるグローバルな視点も必要かなと。はい はいいあ,ありがとうございますあのお二人の話に共通しているのはともにやはりもう少し大きなスコープで、えー、いろんな可能性を見ていこうではないかと具体的に進めれば進めるほど実は時に大きなスコープで、えー、立ち返って物事を考えないと 落ちは見や誤るし現実のものとはなっていかない、えー、テクノロジーに対する期待は非常に大きくて、えー、それが非常にこう明るい未来を描く部分もあるんですけれども今現実に起こっている政治の世界で起こっていることはテクノロジーが発展したことによってそれの利益を受けられる人とその技術についていけない人がもう決定的に社会の分断を生みつつあってそれが非常にああの危ないポピュリズムのような形でまあアメリカも そうですけどもイギリスのブリーグディップともそうだしそれと目の前の今申し上げたような政治の現実と未来を描けるその技術の力をそこの間にはまあかなりのギャップがあってですねそれをどのように埋めていくのかということはどの国にとっても世界的な課題であるということなのかもしれません、えー、市川先生はどのようにご覧になりましたでしょうかま川ちょっと今話が大きくなって政治までいっちゃってるんですけどあのもうちょっと立ち返って考えてみるとあのこの ICF は今回4回目なんですねで毎回毎回そのテクノロジーセッションとアート見ててやっぱすごいわけですよねテクノロジー特にバイオも含めてこんなに変わってくんだとすごいんですねアートも面白いなって我々都市側から言うとそれで都市はどう変わるのか変えられるのか、まあ、常にそれがいつもまあ課題ではあったわけですで今回初めて4年目になったんでじゃあそれをうまく入れてみたらどうなるんだろうって言うんで 東京の20年後という仕組みにしてそれで何か入れられないかというのが、まあ、あの今回やった試みですでその時ですねその使った柱スキームというのは実はですね4つ使ったわけですそれはえ住む働く動く動遊ぶなんですでこれは私が言ったんじゃなくてアテネ憲章でコルビジェが実は行ったことで,で,、ね、でいろんな分け方はありますけど少なくとも今から1世紀弱前に、まあ、コルビジェ行ったことが 今でも使えると思ってますで実はあの今回に対してコルビジェの実はその設計の思想ってのは植物が下から根が生えてきて広がっていくという実はもうその段階ですでにメタボリズムは彼は言ってたわけですね。で今だから今回もあの建築ではなくて今回でもテクノロジーだメタボがあったわけだからこれっておそらく我々のこれからの未来を考えていくの一つの大きな原点ではないかと思っていていくらテクノロジーが進んでも 行き着くところはそもそもその人々の生命力とそれからまあ人間だけではない植物も含め生命力で作っていくんだとこれは変わらないんじゃないかというのを改めて今回感じましたで、まあ、そういう中でその結論を当てるかといわれればです、ね、難しいのは一応将来考えるためには過去を考えてみるわけで、まあ、今回テクノロジーをやや主体にしましたので過去を見ましたけ大体もうそんなもん1世紀以内ですで劇的に変わってるわけですね で劇的で変わっていく中でその人々の考え方変わったかどうかに一番興味があってでそれが次の都市を作るんだろうと思ってますそういう意味ではまあ結論では出てないんですけどもなんとなく分かってきたかなということは思っていますですからこのあとますますですねそのテクノロジーアートと都市をうまく絡めたらどういう都市が魅力的なのかで,で都市を作るっていうのも限界があってこれフィジカルなもんですから全部作られないんですね。 仕組みとして、まあ、今回使った例えば手法としての、えー、プロジェクトマッピングを作るとですねバーチャルなもので実はリアルに近いことができるんだってことは今分かってきててで人々は最終的にはリアルを求めるんだけどかなりのレベルでそれが満足できるかもしれないって予感はあるんですねさっきあの南條さんおっしゃったようにこれから人によって、えー、状況によって部屋が縮む伸びるそうなるに決まってるんですよね。そその時時どういう形がいいい形ががかかをおららく我々は考える時間がこれから10年20年 だろうと思いますそれから東京一番になりたいって言ってますけど、東京一番になるかどうかはともかく、東京一番になって他かは潰えることはなくて、心配なのはニューヨークなんか頑張られると困るみたいな気持ちで考えてるので、だったら東京頑張れよと言ってるので、東京が頑張って世界を潰す気は全くないし、そういうことはないだろうと思ってますので、まあ、少なくともこれから10年、20年頑張りたいというのが今回の印象です。 はいいありがとうございますあのそれぞれ伊藤さんはテクノロジーの分野を代表して南條さんはアートを代表してで都市を代表して市川さんとこの3人でえ一緒にプログラムコミットをやってますけどもこのコミットをまとめるのがいかに難しいかということが今の発言で分かっていただいたのではないかという,ふうに思いますがそれぞれについてあのもうラストミニッツですけどもえ若干の追加的なコメントがありましたらもあれで私、1つ 1>、はい、あるんですが先ほど東京が特徴がないって話をしてたと思うんですけれども 東京は京都とか奈良とは違うわけでやっぱりあのその昔の遺産をそんなに持ってるわけではないとこの中で我々ができるのはやっぱり新しいことを出すことだと思うんですよ、単純に言えば、えー、それはねクリエイティビティーだと思うんですでイノベーティブ・シティ・フォーラムってその,その視点から始まったことだという認識を私は持っていますそれなぜかというと東京でねいろんなアイデアが出てるとテクノロジーもアートも 別にアートだけじゃなくていいいんです。いろんなもの、エンターテインメントすべてのもので新しいアイデアがどんどん出てきて、まあ、ここで訴状に上がる議論されるまたそれが少しずつ実現すると規制が多いという話はちょっと置いといてですね、そういう都市であればこれは明らかにですね、他の街から来た人たちがみんなあの魅了されるはずなんですね、うん、ですからあの私はそういう形で非常にこう新しいことが常に起こっている。そしてその それがオープンに議論されている街だということを出していくことが一番今の日本にとって重要なことじゃないかと実は思っているんですでそうすれば東京は特徴を持つ特徴を持つと同時に世界中の人たちはそれをあの得ようと思ってやってきますで東京はその時にこれはあの俺たちが一番だこ,れここが一番いいんだぞっていうのではなくてあなた方と一緒にこれをやりましょうと新しい未来を一緒に作りましょうと言うべきだと思うんですよね 隣の国と喧嘩になるんでねあのやっぱり未来の話をするべきだと <laughs> 思うでその時にそに出てきたいろんなアイディアをどんどんそれを、ね、あの人と分け,分け合うとその時初めて東京はね最強の街になります市川さんどうぞ <laughs> 今あの反論じゃありませんよあの今の話実はね今回あの都市ランキングを2日前に発表しました同時にですねシティ・パーセプション・サーベイという 都市のイメージ調査を行ったんですで世界主要都市のイメージがきれいに出たんですで東京の特徴はですね来たことのない人と来た人は全く違っていて来たことのない人は遠いだとかえ非常に混雑して、えー、汚いだろうと思ってで来た人は全く違って一番多いのがポライトであるそれからクリーンであるからオーガナイズされているそしてハイテクであるでおそらくランドマークを持っている都市じゃないのが東京ですあの 東京タワーーももスカイツリーも全く世界では知られてないなその一方で来た人はですね東京の都市運営の素晴らしさにびっくりするでそこにじゃあノウハウがあるわけですねでこのノウハウを我々がまず理解した上でおそらくこれからも一緒で東京が生き残るためにはそのノウハウいかにして都市を運営できるかっていうその仕組みとあとコンセプト これをねあの出してていいいけばいいと私は思ってますそれを我々がまず知る必要があるとそういう印象を持っています、非常にきょうは嬉しいお話を聞きましたので <laughs> 同じ意見だって分かりましたので一緒に頑張ってこの2人がの意見が一致したというのは今回のフォーラムの最大の成果かもしれませんですが <laughs> 伊藤さんどうぞさっきちょっとネガティブなあの印象があったかもしれないの、ね、で逆にどうやって世の中を変えていくべきかという。 方から言うと僕はトップダウンで変えられないと思うんですまあ、あまりにも複雑なのでもう動かないシステムがたくさんできすぎちゃっていてでもう一つはあの僕らが、まあ、いろんさあのディスカッションの中に随分出たけど今まで測ってたもの例えばお金で測るのか、まあ、価値を判断するそのメトリックスが 古いんですよ、ねうん、だから GDP には子育てが入ってないとこからもおかしくて GDP っていう数字も、まあ、経済学者の前にちょっと失礼なんだけどいえいえあんまりいいメジャーメントではないとただじゃハピネスであのあのできるかどうか難しかったりしてで僕は何をするべきかっていうとその誰もやってないようなクリエイティビティの発想をやってそれが面白かったら 勝手にウイルスのように広がると思うんですねだからそのやっぱりアートなのかあのさっきの,あのヘザーウィックさんのプレゼンテーションでもなんか想像し誰もしてないようなことをバンってやって衝撃を与えて世の中が変わるあのアメリカあのニューヨークのハイラインなんかでもすごいインスピレーションになるようなだから多分こうなんとなくこ,うこの数字を上げるためにこうなんかこう政策を立ててみんなで合意してよいドンってやるんではなくて。 変わった人たちが変わったことを変わったところでやってそれが面白くなっていけばよくてそしてそういう意味で言うとあのいろんな規制あるかもしれないけど東京ってやっぱり。 変わった人たちたちくさん集まっていて他にないようなリソースもあるし文化もあるしそしてこの,あのイノベーティブ・シティ・フォーラムでもこう結構少ない人数だけど結構変わった面白い人たち集まっていろんなディスカッションしてでここで何か1個アイデアができてそれが広がれば世の中変わると思うんでだからなんとなくこう、まあ、政治の話僕さっきしたけれども何か1つのアイデアで。 これがオリンピックの中で出てくるのか都市の中で出てくるのかからないけどそれが広がって変わる可能性は僕はあると思うんで、まあ、そういうようなアイディアがどんどん出てくるようなあの空間とあとは都市を作るべきなんじゃないかなっていう感じがしますはい、あのうまくまとめていただいてありがとうございます。あの昨年も やはりあの同じようなことが、我々感じられたと思うんですけど、やっぱり面白いっていうのがですね、すごい重要なキーワードになるんだと思います。私も短い間、政治の世界にいましたけれども、政治は面白いんですが、政治の場合、面白いっていうのは、変っていう意味が入ってましてですね、あのインタラスティングとストレンジは違うっていうことだと思うんですけれども、そういうやっぱりインタラスティングで、えそして、まあ、あの東京の素晴らしさは、まあ、普通のことが普通に楽しい、えー、社会であって、 そして、究極的にはそれが世界に伝わって、東京に住んでみたいなと、多くの人が面白そうだから住んでみたいな、そういう街になると、そういうことを目指すということなのではないかと思います。で、実は先ほど市川先生言われましたけども、今回の都市ランキングに合わせてです、ね、そのパーセプションのどのように認識されているかという調査を行っています。 perception part the is a part of the reality of どのように思われているかというのが、まさにリアリティだという有名な言葉がありますけれども、そういうことを参考にしながら、まあ、しかしそのパーセプションが十分理解されていないということに関しての、やはり改善も必要なわけで、そういうことをぜひ皆さんにも考えていただきたいと思います。あの先ほどの調査については 森記念財団都市戦略研究所のホームページを見ていただければわかりますので、えー、どうぞ、そういうものも参考にしていただきたいと思います。えー、どうしても、ですねこれは1時までに必ず終わるようにというふうに言われています、今日午後からもいろんな催しがありますし、そしてまた、明日、えー、夕方からアートナイトがいよいよ始まりますので、ぜひこの虎ノ門六本木近辺の知的な あ雰囲気を面白いというふうにお楽しみいただければありがたいと思います参加した皆様方に心から感謝を申し上げてこの接戦を閉じたいと思いますありがとうございましたありがとうございました竹中平蔵先生市川博先生南城文雄館長伊藤定一様ありがとうございました